こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、茨城県の某所、某所から某所をお借りしまして、はい、新泊のさつきについてですね、はい、やりたいと思います。ゲストの新藤さん、こんにちは。さつきと言ったら新藤さん、さつきの、ぜひさつきのあの、いろいろとネタをいただきたいなと思って、はい、はい、お越しいただきました。はい、じゃあちょっとやりますかね。何を言って新泊のさつきなんですけど、さつきなんですけど、今更聞けない、あ、そうですね、ごめんなさい、今更聞けない、さつきの方法ということですね。はい、みんな普通に聞いて刺してるけど、ちょっともう一回深掘りしてみよう。そうですね、さつきとはどういうものかですね。さつきとは気を刺すこと今更ですけどこの木はですね、一応山の山取りの木なんですね。はい、ここに枝があって、こちら流れにしようかなと思ってた木なんですけど、はい、ちょっとここが枯れちゃったっていうことと、杉っぱになっちゃったんですね、これが。うん、なんでとりあえず、枝を伸ばしてあります。こういうのを見ると分かるんですけど、少しやっぱりあの本性というかね、葉が、紐の幅、葉っぱがああいう一応出てきたと、はい、いうことで、で今ちょうど3月の中旬なんですけど、これ以上暖かくなっちゃって切るとまた杉っぱになっちゃう、あの活動しちゃうんで、だ切るのにもまあ今ギリギリですし、挿し木するのも今いいかなということで、剪定しながらですね、挿し木をしていこうというふうに思います。挿し木とはっていうことなんで、はい、どうもいろいろと文献を見ますと、植物ホルモンと栄養の有無、これが挿し木にはかなり影響をしているともう、読んできたことそうなってる感じしますけど、枝の挿し穂の栄養、挿し穂の栄養ですね。はい、それと植物ホルモンということなんで、うん、ホルモンちょっと名前忘れましたけどね、オキシンとね、オキシンと、ね、あのなんだっけ、なんとかさ、そうそう、なんとか植物のホルモンが、そしたら増えますよってことですね。そうなんですよね。刺すとですね、そこに根源体というのができるんですね。根源体。漢字出せないかもね。根の源の体かな。根源体。根源体。で、それができて、初めてそこから根が出るということですね。カルスみたいなもの、はい。そうそう。で、カルスになってそこから、根源体ができるものもあるし、もともと根源体を持っている欅だとか、うん、柳だったかな。うん、そんなようなものもあるそうです。で、もうちょっとあの話をすると、なんとかさん、結城さんっていうのがまた絡んでいて、ね、ほら松ってつきづらいじゃないですか。松とかは結城さんが多いんで、で雑木類とかは結城さんが少ないんで、そこがやっぱりつきやすい、つきづらいの。はい、で基本的には雑木は挿し木は大体できて、うん、そうですね、松だと新柏とか、杉とか、そうですね、あ、図書とかも図書、うん、挿し木ができますね。挿し木ができる、はいはい、そうですね、うん、あ、そういう説明がいいですね。そうそうそう、小学校の中でも新柏とか難しい、図書は難しいことを無理に言ってもお前なかなか見てる方も分かると思うんでね。はい、ということで、一応結城さんと根源体これなんかも刺したら良くなると思うんで、これ辺で切っちゃいます。はい、はい、切ってですね、これ辺の葉っぱはもういらないんで、こう切っちゃって、はい、刺すときに邪魔になるからですね。そうですね、邪魔になるからですね。うん、それとできてもここら辺は使えない葉っぱなんで、あ、それでできるだけ、こういう元気のある芽の方がつきやすいと、そうですね、はい、いうふうに一般的に言われてます。こういう飛び出たやつですね。飛び出たやつですね。こういう元気な木だから、下よりは上の枝、うん、中よりは先端の枝というところで、で少しね、葉っぱの数を減らした方が葉っぱの蒸散が抑えられる、水の蒸散ですね、はい、抑えられるんで少し葉っぱを減らすと、はい、いうことですね。であとは刺すの時期も今もう3月ですけど、これも、学術的な話をしますと、白衣じゃないですね。落葉樹、落葉樹は20度 C ぐらいがいいらしいんです。はいはい、で針葉樹は25度 C ぐらいがいい、気温がですね。で常緑の広葉樹、うん、これは25度 C 以上がいいって言われてるらしくて、だから
刺したもうなんか刺した後の話もいきなり入っちゃいますけど、はい、温度は25度ぐらい心拍の場合は、うん、であって直射日光だとか風とかってねやっぱ乾燥しちゃいますんで、うん、避けた方がいいと何か、うん、ちょっと日陰にして、何かを覆って湿気を持たせるといい、うん、シートさんなんかやってましたよね。そうですね、ドームみたいなのをかぶせて湿度を保つっていう、うん、はい、そんなの売ってるんですか。売ってました。猫のあれ、あれはペットの上みたいな、なんかこう普通に園芸屋さんで売ってたんです、うん、売ってました、はい、セットで、でいわゆる保湿が大事だっていうことですね。大野さんとかね、はい、水槽に水を張って、上をね、そうそう、あ、そういうのもありますね。場合もあります。はい、ということで、はい、こういうのをポンと入れると、水の中にですね。はい、で、普通の水でもいいんですけど、発根率がいいので、はい、今度また お薬の話をすると、発根剤っていうのが、はい、あれ発根剤置いてきちゃった。発根剤もね、メネデール。あ、ごめんなさい、2種類あって、いわゆる活力剤 と、はい、発根剤というのがあるんですね、はい、活力剤というのはこういうメネデールとか、うん、いうやつと発根剤、発根促進剤ですね、はい、それが、オキシベロンとか、オキシベロン、あってましたっけ、アシストじゃないシントさん、オキシベロンはね、高くて買えなかったんでシントさんに持ってきてもらったんですけど、はい、はいはい、こういうオキシベロンとか、あとルートンとかですね、うん、はい、そういうのをちょんちょんちょんと先端つけてやると発根力っていうのもなんかあるみたいですけどね、発根促進剤があると。盆栽世界さんではですね、サーモテックね、という盆栽世界さんもいるんですよ。いるんですよ、ここにいるんですよ、はい、ちょっとややこしいんですけど、そうそうそう、はい、サーモテックさんがっていうのはあれは何ですか、活力剤、まあ、活力剤でもあるし発根剤にもなるということですね、はい、そういうのはあるということですね、はい、で、はい、補足ですけどこれを必ずやらなきゃいけないわけではない、と、うん、水でもいいんですね。そう、そのまま水に入れて刺すのでも大丈夫っていうことですね。だけど確率上げるってことですね、はいはい、それがまあ心拍とか、つきやすいのでそういうのは何もなくても大丈夫ですよ。一応、はい、これは、サーモテックが入ってます、はい、溶液に入っております、はいはい、そうですね、少しどこら辺までやるかなんですけど、例えば少しここがもう杉っぱが治ってきてますんで思い切ってこの二股のやつですね、この上でちょっと切っちゃいましょうか。そうですね、でこら辺のやついらないやつを抜いていっちゃいますね。三冠みたいなのかね。そうですね、まあそうですね、三冠なのか総冠なのか、まあ、これなんかねついたら良くないそうですけどね、はい、鉢に植えていくんですけど、もう一つは鉢にたくさん植えちゃうとその後の作業っていうのがちょっとしづらいっていうのがあって、はい、こういうちっちゃいポットにですね、うん、1本刺して、でそれも針金で少し曲をつけてですね、なるほど、刺すというのもやってみようかなというふうに思います。どんどん、なんか僕の体感なんですけど、はいはい、針金かけて刺すとつきにくい、うん、つきにくいと思いますですよね。つきづらいと思いますね、うん、はい、それはあると思います。ただまあ割と発根しやすい心拍だからやってみようかっていう。やってみようか、うん、葉っぱなんかあれですか、新都さん流のこうやったら発根力、葉っぱですか、葉っぱとか何でもいいです、刺し木でこういうふうにやったらいいよとか。でも刺して、うん、4日ぐらいはずっと腰水にしてますね、うん、あ、腰水ってことはもうびちゃびちゃです、びちゃびちゃで、はい、それだとやっぱ腰水ってのはあくまでも腰ちょっと浸してるぐらいの、下の方を浸してる、はい、うん、そうですね。あとはやっぱ湿度の確保と、そうですね、湿度とあとあまり直射日光をたくさん当てないようにして、そうですね、保湿と温度ですかね、さっき、うん、ただなかなか25度保つっていうのは難しいと思うんですけどね、うん、多分25度になった時に根が出るってことですね。そうそうなんですよね。だからもう別にそこを気にせず刺して暖かくなれば根が出てきますよ、そうですねぐらいの感じですか。冬とかでも切っちゃう、刺しちゃうから、年中刺しちゃうからに、そうですよね、はい、多分適当な葉の量ってあるんですよね。葉がないと根が出ないですよね、うんうん、そうですね、うん、でただ葉が多すぎると今度蒸散が増えちゃうんで、うん、適度に間引くと、ありそうですよね。そうですね、あると思いますね。ね、落葉樹とか広葉樹なんかは切りますよね。うん、ああ、そうですよね。そうですよね。そう、葉の蒸散はやっぱどっちかっていうと抑えるためにいっぱい切りますよね。信、う、徒、ん、さんも得意な CN 率。CN 率。CN 率の信徒。
吉本さんそうだから多分葉っぱがこんなにあるのに根がないじゃないかっていうことになるわけですよね、木からすると。で出さなきゃってなるんですよね、きっと。杉、も良くないと。あとやっぱ枝分かれのところで刺すようにしてます、あここね、枝分かれのところで、それは理由はここまで、やっぱりここにやっぱり熱が溜まるから、近くでやっぱ発酵しやすい、棒よりはこういうところで出た方が素材としてはいいものができるし、やっぱここにやっぱり溜まるものが、これ豆知識、豆知識、あなるほど。これはね、ちょっとトゲと違うんですけど、バラなんかだとトゲ取りますね。なんか栄養素が溜まってるとかって言って、トゲに、それを取った方がいいって、昔、私、当時に入って一番最初にやったのが、箱根山椒番の挿し木だったんですけど、トゲは全部取りましたね、取れって言われて。あと、さっきもちょっと出たけど、時期ですかね。時期ですね。湿気のある6月がいいんじゃないかって言われるんだけど、はい、その後すぐ夏があって、7月8月の真夏をじゃあ乗り換えられるかどうか、やっぱりそこから成長していく時期が少ないですから、はい、であれば2月3月の挿し木っていうのはいいんじゃないの。なるほど。でその時期に挿した上で、そういう湿度とできればその温度と管理できれば、まあ最高だってことですよね。はい、まあ、基本的に切ったら年中挿してますよね。そうそうそう。でやってる人ダメ元でじゃないですか、結局ね、出なくてもでやっていく中で、あれ意外とこの時期いいんじゃないみたいな、そうそうそう、のが出てくる感じですよね。多分いろんな人が自分流の説を持ってるんでしょうね。そうです、きっと。それで赤土がですね、日本線の赤玉とですね、こっち両方持ってきたんですね。とりあえずこちらで刺します。刺し木、まさしく刺し木、刺し目、種まきの土、つが率、発根率アップ、アップこういう商品があるんですね。そうですね、そうですね。で、ちょっと注意しなきゃいけないのが、ここの葉沼、赤玉、本当はね、赤玉単葉でもいいんです。ファミキライトは割とこうつきやすいんですね、保湿性があって、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、葉沼が酸性なんで、さつきなんかに使う土なんですよ、はい、それなんで、発根はいいんだけども、その後の生育を考えた時にはあまりどうかなと。なので発根出たら鹿沼のない土に植え替えた方がいいです、うん、それは、心拍がアルカリのがいいから。そうですね、そうですね。でもいいですか、はい、赤玉入ってて、あ、赤玉入ってますね。炭も入ってます、ね、炭入ってる。だからサスキにはいいんですよね、だからねやっぱりサスキ用には最高な土なんでしょこれね。なるほど。よく手に入るやつですね。そうですね、ホームセンターで売ってるやつですね。たくさん買いすぎて一袋あげちゃったんですけど、だから私残り最後これで多分生涯最後の挿し木になるかもしれない。いや、そのつもりであげたんだけど。はい。ということでこれをザーッと入れて、なんか良さそうな土ですもんね。なんかいろいろ混ざってて、感じね、良さそうな感じしますね。やっぱね。身体が入ってるやつもありますよね。あ、この中にね。だから使うんですけど。そのあんまり土の性質が心拍には良くないと、はいはい、なるほど。ピートモスも酸性なんで、生育はのあんまり乗りにくいみたいな。臓器はどうなんですか。臓器は臓器は別に問題ないなかったです。ただ心拍だけはなんかどうしてもなんか成長しないと、なるほど。種が出た後の生育を考えるとあまり酸性の土はっていうことですね。はい、臓器だったらいいかもよ。はい、そうですね。で刺すのはね2通りあって、こういうものに直接こう刺した場合もあります。っていうのは土が乾いてる方が土が動きやすいですから、はい、一番何を言いたいかというと、ここの先端、ここの面を傷めたくないんですね、はい、なんで今日ちょっとやんないんですけど、こういうカッターとかでもう一回切れる刃物で切り戻して、ハサミだとこう断面を潰してってる可能性もあるんで、はい、もう一回切り直してやるとより丁寧だと思うんですけど、いずれにしてもこの面を、傷めたくないんで、私の方だとこういうふうに、挟み込んで、小枝を守りながら先端で両方でガードマンがいるわけですね。インセットで、そうですね、グーッと刺してスッと抜くという方法と、あとは水につけてですね、穴を刺しながら刺すという方法があります。ありますか。
次、ここで穴を開けながらですね、土が濡れました。濡れました、そうですね。ちょっとこれはね、針金かけて、先に開けちゃってもいいか。ポン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 と、そうですね、穴を開けておいて、こうですね、くーっと、はい、で、ちょっと接近すぎたかな。この方法の方が一般的。そうですね、この方が一般的ですね。ちょっとしてから刺す。はい。刺し抜き合ってた方が取れなさそうですね。ああ、そうか、それもありますね。風とかで。風とかで。さすがですね、新藤さん。さすが。あのルートンがある方はルートンを先端ちょんちょんとつけて。ね、はい。これは心拍だったら本当にそのプサって刺しときゃ。そう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 。しますからね。一番気をつけなきゃいけないことって土乾燥させないこととかかなって思うんですけど、そうですね、あと普通の植え替えと一緒ですけど、やっぱりこれ動いちゃうとダメなんで、やっぱ風は良くないですよね。全然バランスが悪かったですね、これ。あの、いや、植える、いいよ、大丈夫ですか、いいよ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 、大丈夫よ、つって最後にもう一回水を足してですね、ギュッとこう締めるようにしたいので、つけて、はい、はい、こうやってつけちゃう。ちょっと多すぎましたね。あ、そうですね、抜けばいいんですね。水につけると、水につけると、はい、これでジャーッとこう浮いてくると思うんで、土の表面よりもちょっと浮いて見てきましたね、はい、これでスーッと上げると、はい、これで土が、締まるわけですね、はい、土の中にも水がたっぷり入るし、引いたところで土でリュウと締まると。これは我が家でお風呂に使ってる、お風呂使ってる、もう今日は洗って今日使うかどうか100円で買えますからね、風呂桶ですね、風呂桶、はい、もう一つはですね、針金、ね、ちょっとなんか相関のやつ作っちゃったんで失敗したんだな。次はこれはですね、ちょっと失敗っていうのは単管のやつをね、やればよかったんですけど、みんな、あ、そうですね、ん、これがいいかね、はい、いいかねじゃあこれを2つ針金をかけて刺すと、そうですね、針金をかけて、曲をつけて刺すのをやってみましょう。これやっぱ心拍とかは足元の曲が大事だよって。そうですね、あの1年というか、刺してこれを曲げようとすると立ち上げしてからでないと曲げられないんで、先に曲をつけといて、こういうのにやっとけばもうそれでもうできちゃうと、いうことなんで、まあ日本ってかけたことないんですけど、なんかね、これでつけばね、発根しやすいやつならチャレンジできそうですね。ね、発根率のいいやつだったらね、でこれで刺しちゃって、まず土何も入れてないんですけど、いいですか、すいません、気がつかずに、はい、はい、ゴロウと、ゴロウ、はい、ではどうなさいますか。あ、これで、これで、あ、すいません、こっちはこれで、はい、赤玉が、あ、じゃあ、これ、刺し木、これしましょうかわちゃわちゃわちゃしております。共同作業、共同作業、お触り禁止ですよ。触り、はじ、え、お触りは禁止ですよ。お触り禁止なんでお触りが出てくるんだろう。はいはいはい、はい、それで、ちょっと長いんで、それで内側に、うーん、そして、止めちゃう。2本かけるのね、なんかあんまり見ないですね。そうですね、2本、なんか偶然ですけど、こうやって片方だと安定しないけど、2本だと2箇所で止められるんで、あれ、ちょっと浮いちゃ、ちょっと浮いちゃいましたね。ごめんなさい。ちょっと浮いちゃって、ちょっと、いきなり値上がり作っちゃう。値が出てないのに。値がないのに値上がりになっちゃって。ちょっと失敗しました。新藤さんのあれっていうことは。硬質のポットがやりやすいですね。ね、そうですね。これやるんなら硬質のポットの方が。プラスチックの。それで、ちょん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 と。これでまた水をつけて。はい、何でしたっけ、あ、それか、あ、すいません、ポットも悪くないですよね、なんか温まるから。あ、そうですね、温まりやすいんですね、はい、温度が、温度が温まるから、ちょっと入れちゃおうか、もうちょっと土入れてもらっていいですか、熱い熱い、こっちにあるんだ、こっちにあるんだ、こっちだ
拍手が。あ、ごめんなさい。わちゃわちゃした。ということで、こういうのができましたと。なるほど。もう、ということですね、目が出ればそのまま。そうですね、なんか形になりそうなね、感じですよね。はい。もうちょっと違うとか、もうちょっとでしたね。もう編集すればいい。何なんだろうって。グダグダになっちゃう。グダグダになってますね。まあ、この心拍、もう発酵しやすいから、こういうね、できるかなっていうことですね。はい、ということで、これをあと2つ同じのやってもあれでしょうから、はい、やりますということで、いいですかね、もうね。こんなことで飽きてる捨てたりとかですということで、まあこんな方法もあればこんな方法もあるよと、まあつけばですけどね、はい、はい、早くできますということですね。で今回は今更聞けない心拍の挿し木ですね。まあ、心拍じゃなくてもみんな同じですよね、はい、基本的には。そうですよね、はい、出るためには根源体が必要で、もういいか。皆さんためになったでしょうか。ためになったでしょうか、はいはい、切った木はだから心拍に限らずですね、はい、何でもこう刺してみて、で自分流の挿し木っていうのをね、うん、考えてってもらえればというふうに思います。うん、ぜひチャレンジしてください。今さら聞けない挿し木ですね。次回ちゃんとしたやつが、次回はちゃんとした挿し木が、はい、紹介できると思いますので。次回は随所随所の挿し木ですね。はい、ね、なかなか見られないと思うんで、うん、貴重な人の映像になると思います。思います。はい、ぜひお楽しみに。はい、ありがとうございました。なんか、いいですか、終わりが終わりがしましたね。なんかよくわかんない。何言ってんだろう。ちょっとスコップで何か。3人と押さえて、はい、手が4つある。手が4つ、はい、ピースお願いします。ピースとかして、はい、来てくれました、はい、あ、これいいですか、取っちゃって、切る。あ、いいんですか。はい、切る。すごい。あ、いい。あ、すごい。こうか。こんな感じですね。はい。はい。ちょっとそれ、はい、枝切る前のやつをちょっとこうやって体の前にちょっとこうやって見せてもらっていいですか。そうです。覚えて。カメラ目線変な顔になっちゃうから。いいですか。はい、じゃあいいですか。はい、でこれですね。あ、そう、はい、じゃあ切っちゃってどんどんね、はい、はい、この途中持っていただいていいですか。あ、途中ね、もうちょっとした。小指はいい。え、小指はいいですか。大ボンスキー場入るみたいな。ボンスキー場入るためにはこれぐらいやらないと、はい、